顔疲れてるでしょ。けいちゃん巻き込んだらだ。ちょっと待ってね。まだ LINE 返信あるかも。今電波いい？なんかあったら慶之助も気にするから。ああね。うん、意見聞いてね。ちょっと待ってね。また電波悪くなるよ。みんな。携帯がね、忘れちゃってさ。またクルクルするよ。電波直ったら、もう俺の判断。電波直った？ああ、疲れた。でも俺の判断なんでね。はじめは、あ、声聞こえる？画像見れる？あ、大丈夫っすか。で、はじめは、了解またにしましょうってなってたんだけど、まあ、ゼロワンに任せるっていうことで、もう行きますんでね。もう行くんで、これ僕の判断なんで、はい。もう、慶之助巻き込むなよとか、いう人は、すべて僕に文句言ってください。僕の判断で行くんで。だから、キリストも時間内に戻ってきて。うん。もういいですか。で、それを、誰かの問題にするとおかしくなるから、俺に言ってね、文句は。俺がちゃんと言うから。生き方？まあ。イキリストが戻ってきてくれたら、イキリストの車で行きたいね。うん。で、俺に任せるよって言ってくれてるから、で、俺は、せっかく企画を受けてくれたから、まあ、ケイちゃんの枠でやりたいんだよね。で、ケイちゃんが、多分、仕切ってやってくれるからさ。うん。で、イキリスト来ないんだったら、俺たちタクシーでも行きますんで。はい、もう以上、もういくらかけても行くわ。もうそれでいい？うん、もうめんどくさいから。俺慶之助とやるよ。うん、もうめんどくさいから、これ以上もうこれでいい。ちょっといいですか。もうこれもう全て僕の判断なんでね。いや、電話できない、携帯忘れた、車に、うん、意味わかんないよな、もうはっきり言って意味わかんないよな、もう寝て起きたらさ、よくわかんないことなってね。ね、お金がないだの、飲酒運転だのさ、もうよくわかんないじゃんね。いや、俺よくわかんないよ、俺も。うん、だから殴り合えばいいじゃん。うん、やり合えばいいんだよ。うん、ポルポン乗せないって言ってる。じゃあ俺も乗らないでいいわ。タクシーで行くわ、ポルポンと。至ってシンプルに考えれば簡単なことなんだよね。シンプルに考えよ。うん、いやいやね、翔ちゃんとはね、もう俺は仲いいからね。まあ彼も譲れない部分があるんじゃない。まあ友達が殴られて、まあ行かないといけない状況っていうのはわかるんだけど、それによってどう変わるかっていうのを、うん、まあ難しいけど、まあ、うまくいかないな。つか、あのさ、誰かいないです？マジでタバコ吸いたくて。さすがにいないよね。それかコンビニ連れてってくれる人とか、さすがにいないっすよね。奥多摩の近くで、奥多摩なんですけど、小林のタバコも吸い尽くしちゃってさ、うん、遠いか。癖のあるおじさん、タクシー。いや、お金はあるんだけど、昨日ね、トムに写真ね、俺2枚送ったん、自分のとイキリストの。
そしたら俺キリストのやつを2枚送ってたんだよ。そしたら2枚買ってきたんで、2箱買ってきたんだよ。頼んだんだけど、バカでしょ。昨日もね、結構ね、いい気持ちだったからね、レモン堂2個頼んで。俺が悪いよ。カートンね、うん、そうするよ、次からね、リュックに入れて。眠そう、うん、みんな状況分かりました。いいですか、何かあります？臭そうだよ臭いかもしれない。しかもこれで戦うの俺今日ね、こんなシャツでね、少し寝たら、ああ何がありましたか、まあいろいろあって、まあなんで圭之助のジム行って殴り合うんでね、なんか圭ちゃんが俺に任せるって言ってくれたん で、ちなみにあの不安材料が一つあって、前にあのヘズマリュウとギガフェスやった時に、僕ね、あの配信であいつは素人にね手加減もしないでとか言って、あのちょっと悪口をいっぱい言ってしまって、それ以来なんでちょっと怖いんですよ、うん、あのそれに対してもちょっと謝罪をしようかなと思ってて、結構言っちゃったんで。覚えてる？名古屋の実家でね、うん、で俺は今はね、あの素人でも本気でやらないといけないと思ってて、あのイキリスト相手でもやっぱり契約書を結んでやっぱやる必要があると思ってますよ、うん、でリングに上がったからには顎が砕けようと、まあそれは言い訳できないっていう。あ、コメント見て、はい、クニさん、こないだ来てくれようとしたわ、枠にですか、クニさんの枠はあのたまに見てます。さっきも、え、どこにです、あ、クニさん、あの僕ね、クニさんの話一切してないですよ。多分ハトじゃないですか。あ、店に行こうと思ってないです、全然。それはあのコメントで知ったんです。多分なんか変なハト言っても僕全然あれなんで。あ、リスナーが、いや、いやマジで行こうとしてないっす。はい、あ、待ってた、それ多分ね嘘なんすよ。嘘の鳩が飛んでるんで、僕お店に行こうとしてないんで、なんか変なね リスナーが流れてったらすいません。タバコはねウーバーできないんだよ、コンビニで。いや来てよ、いや、そんな僕なんかが、そんなね、そんな、ちょっと緊張しちゃうんで、すいません。すいません。緊張しちゃって。また、機会があったらお願いします。今、ライさんと、ライさん、お疲れ様です。すいません。ライさんすいません。お疲れ様です。はい。もう、イマルと別れてもう全く付き合いがないですけど、すいません。かっこいいですね。いやいや、ペコペコして情けない、そんなことないよ、うん、ゼロちゃん、まあいいけどね、寝なくても、うん、でスパーリングどうしよう。スパーリングが、まあイキリストとやっぱ ケイノスケでしょ。いやいや、そんなことないです、そんなことないです。ちゃんとみんな、そんな失礼なコメントしないで。リアルでもお世話になってるから。お邪魔しました。あ、来ないんだ。イキリスト来ないんだったら、どうしような。俺がケイノスケになっちゃうね。うん。俺がケイノスケか、どうしよう。イキリスト来るよ、来るけどタクシーで帰って、どういうこと、どういうこと
来るけど自分一人で行ってタクシーで来てってこと？何何？夏さん来るけどお金渡すからタクシーで呼んで、ね、俺たちはタクシーで行くってこと？ね、いくらかかるの2時間半。じゃあ新宿まで行って車取ってって話で、俺の携帯電話後ろにあると思うよ。携帯電話後ろにない？あ、ここに戻ってこないの？いや俺ねこっちでやってるんだよ、 LINE の方で。でね、配信の方を車に後ろのね座席に忘れちゃったんだよ。あ、戻ってくるんだ。ちょっとゼロリス転校、ちょっとタヌキで情報が錯乱してるから信用できるリスナーのコメントをちょっと見ようかな。ちょっと教えて、普通のコメントで、うん、なんて言ってるか。タヌキさんはね嘘を言うからね。うん、戻ってこないって。マコもなんで戻ってこないの？俺たちどうするの？おはよう。いや携帯ないな。7時半までに戻れるか？いや11時に戻ってきてくれたら間に合うけどね。靴あるから戻るんだ。あ、靴を取りに来て、でも車に乗したくないってことね。なるほどね。通常枠ね、そんなに荒れてるの？あの、一体何に怒ってるの？お金がなくなったことに怒ってる？何に怒ってる？そんなに。お金がなくなったことに怒ってる？じゃあ、直接向かいな。俺ら、タクシーで、靴持って、新宿に車取りに行って、そのまま向かうわ。それでよくない？多分、50キロだったら、タクシーだったら、新宿まで行けば、いくらかかる？50キロ。時間にして1時間半。1万で行ける？4万はちょっときついな。2万で行ける？駅から電車、あー、そういうことか。電車で新宿行くか？いや、お金いいよ。お金の問題じゃないじゃん。お金の問題じゃないよ。その1万なくなったって騒いで4万くれるってちょっとおかしくならない？いや、ちょっとわからん。もう話が見えない。もう意味がわからん。おかしい。ちょっとオプ、ちょっと状況確認して、ちょっと。じゃあ LINE って俺これでやってるんだけど。携帯はあるの？俺の携帯は後ろに。車を乗したくないんだ。だったらどっちみち乗れないんだったら、もうタクシーで行くから。うん。タクシーで。いやー、俺の携帯。本当にお金盗んだ奴がいるわけないじゃん。いないでしょ、さすがに。あ、俺の携帯あるって？どうしよう。おはよう。悪用あるかわからないって？携帯はちょっと返してほしいな。あ、まだ確認してない。あのね、後ろの席に置いてるんだよ。後ろの席に。あ、後で見とく？あ、運転してるから。あ、夏さんありがとうね、教えてくれて。いや、さすがに盗まないって。うん。いや、さすがにないって。で、こんな胸クソな台本なんかするわけないでしょ。ネタ作り。いやー、どうしてもポルポンにって感じなのかな。あー、気球あります。A さん、今ちょっと友達5人でキャンプしてるんですけど、その1万円がなくなった、なくなってないっていう話をしてて、はい、どうなんすかね。ありがとうございます。ライさん1万円、ライさんなんか
気にもしないでしょ。うん。ダイさんなんか、30万なくなってても、気にしない人だと思うよ、多分。消えたみたいですよ。うん、あみんなには。ネタにしても笑えないからな。まあね、まあこういう状況なんで、まあできたら行きたいけどね、みんなで殴り合って終わりでいいんじゃないですか。あ、奥多摩にいます。あ、今から栃木行くんだよ。だちょっと遠いんで距離があるんだよね。距離がもういいよ、場所帰るだけだし。翔ちゃん、こうちゃん、最悪の形になっちゃったな。翔ちゃん、こうちゃん、エキリストの負担が大きかった。うん、まあ頑張ってたね。うん、頼もしかったよ。まあいろんな意見があるね。結構ポルポンかわいそうっていう人も多いしね。ビビちゃん、いや分かってるよ、俺は気持ちもね。でもさ、ちょっとしたすれ違いってあるんだよ。ちょっとしたすれ違い。でみんな結構気性荒いでしょ。気性がね、うん。こういうのあるんだよ。お金盗む人はいない。俺それ断言するよ。さすがにいない。うん。いや、人間関係がもう、大さん。僕みたいなやつが仕切ってるんでこうなるんです。僕みたいなやつが。ゼロワンには怒ってない。いや、そういう問題じゃないんだよ。この状況って、俺もちょっと不快だよ。はっきり言って。あ、スマホよかった。だよね。よかったよかった。あ、充電？ありがとう。どこまで寝たって、ネタなんかやってないよ、こんなの。自然にこうなるんだから。いや、もう、3時にはね、スパーリングで殴り合うんで、はい。あと、この拳で語るだけなんで、もうそれでいいじゃん。亡くなった証拠なんかある？